ビーヤベルデ。ロード長い。ボスが不明。いよいよな感じですね。とりあえず情報がめちゃめちゃ固まってるな。下のさ、機密情報のとこ。機密情報だ。情報だ。ちょっと遠いけど、あそこ行くか。多分カルテルとかが集中してるんだろうけど。まあだろうな。任せろ、俺が操縦する。なんか似たような地形前にも見たなこれ。本当。とりあえず降りよう。カルテルいるからもうちょっと離れに行った方がいいと思う。副官逃げちゃうよカルテルなら。この待って、ユニだってもいる。はい、少数のユニダットは倒しておこう。ターゲットを細く2人だ。に注意しろ。おで、ああ一般人っぽい。なるほど、人じゃなかった。こ物かーい。物だ。まずスキルポイント。はい、こんばんは。こっちも人だ。こっちカルテルについて何か知らないか。よっしゃ、7つ。7つ多いな。どれどれ。 MQ ピストル、ロシアンレッドドットサイト、拡張マガジン、あとはショートストック。ショートストックがこの位置だと近いね。先に情報収集してから。うん、またユニだという。敵グループを発見。ごめん民間人。お？こっちのカルテルにバレてんのか。痛い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 。だーだー。いや、ちょっとこのカルテルからは逃げる。ターゲット排除。二人目のターゲット。ドローン。めっちゃいるな。あ、偵察使われてる。使った。地域のボスはエルウェイってやつらしい。エルウェイ。リベリンに家がある。行ってみよう。エルウェイ。ボマ、ビーアベルデの部署の名前はエルウェイだ。エルウェイ。知ってるわ。ビーアベルデにいるのは知らなかったけど、何万眼光を加工してコカインの純度を上げる化学物質を作る責任者よ。ベントっていうユニダットの副官が処理工場で事故を起こして、エルウェイの顔に大やけどを。どう見ても見つけやすそうだ。包帯が取れ。ハンバーガーみたいになったエルウェイの顔をベントがからかったら、エルウェイが怒って戦争になりかけたわ。ツーエーニョが仲裁したのよ。利用しない手はないな。副官殺しの罪をエルウェイに着せたら、今度こそ戦争が勃発する。エルウェイの情報を送るわ。ボーマンアウト。ボーマンからボリビアを代表するコメディアン、エルウェイの主演。コメディアンなの、エルウェイ。きっと笑えるぞ。へへ。入れてて。あっ、ちょっとドローン。はぁ、ドローンにレティクルの弾がヒットして爆発、大爆発を起こした。いや、あー、ヘリ墜落してる。ちょっと映像確認してみるわ。おう、こいつがエルウェイ。本名はペドロギル。今考えてることを当ててあげる。こいつの身に一体何があったんだって思ったでしょ。何万眼光って知ってる？私も知らなかった。何万眼光っていうのは
コカの葉を高品質なコカインに加工するためにビーアベルデで採掘しているものよ。だから何だって？エルウェイのお父さんもおじいちゃんもひいおじいちゃんも鉱山労働者だった。他に選ぶ道がなかったのね。エルボキータが現れるまでは。もっと稼ぎたいか？彼には大金を稼ぎたいっていう野心があった。誰も見たことがないような高品質のコカインを作るため何万眼鏡を改良したかった。その野心が文字通り爆発したのよ。情報によると LA は基本的に親しみやすいわ。部下に優しく、ユニダットとも友好的。ただし絶対絶対顔をバカにしちゃダメよ。なるほどね。あ、もう制圧しちゃってる、うん、何万眼鏡っていうなんかそういう物質があって、それをコカに混ぜると品質が上がるって言ってね、いろいろ化学実験をやっていたのがここのエルウェイっていう人なんだけど、それにミスって爆発して、あの顔がねちょっとね焼けただれてひどいことになってるんだけど、まあ部下には優しい、だけど顔のことをバカにしたらね撃ち殺されるっていう。さて、よいしょっと、何のかな。おっと、途中で降りるということは若干のカルテル。おお、危ねえ。おお、いる。あれあれ、パラシュートが、パラシュートが、パラシュートが降りた。チキショ、機銃操車せよ。反乱軍にエリアの偵察。機銃操車はできない。あ、それできない、ヘリ。やべえ、すげえ迫ってきてる敵。やば、助けて。いやあんな奥にも。地獄に落ちろ。よし、回収しちゃおう。うん、ゲット、マガジン。どっから撃ってんの？ああ、いたいたいた。やろ、車に隠れやがったな。フラグだ、フライ。おお、お、反乱兵がやってきた。やもん、それで逃げよう。さあ、次、お次ストーリーミッションに行くぞ。ここだ。すぐ近く。この間に亀裂を入れる方法を見つけたい。調べてみて。本当に近。ここはちゃんと降りてこい。到達する。近くで降りよう。おっと。降りて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 。この辺。この監視と、あ、行った。機銃を確認。敵グループを発見。いるよね、武器が。敵グループ、あいつで3人だ。サブマシンが思ったやつ。監視とのやつやっちゃうか。敵グループを発見。隊長を確認。15人だ。頼んだ。見えない。あ、見えた。HTI やっぱ威力高すぎて、サプレッサーつけたらどの辺でもだいたい一発で倒すことができる。おい、見つかってるじゃん。見ろ、ビーアベルデのカルテルの活動拠点に違いない。ミッションの拠点になってるはずだ。待て。え、硬いな。あ、なぜ一発放って一瞬でバレるんだ。いや
あ、後ろ。あ、おお、マジか。それ奇獣か。超イマチ。待って、これ多分すぐ死ぬ。セーフ。なんでこんなにすぐバレるんだよ。いででで、やばい、出られない。間違った。よくいんな。あっ、喧嘩ってやつか。違う違う違う。いや、偵察やろうと思ったら滑った。何がみんなよくやった。そう。傭兵呼んだ。あ、ミッションの拠点になってるはずだ。調べてみよう。川に落ちた。おお。お、ドラグノフ。調査本部だ。まだ本部らしいけど、LA がいないぞ。近づいてみるか。先に敵を掃討。物資のリストだ。カルテルが離れた拠点に大規模輸送を計画してる。輸送機はいつでも飛ばせる状態だ。反乱軍が必要としてるはずだ。奪ってやろう。オッケー。武器何があるんだっけ。ドラグノフ。ドラグノフ、見ろ、武器ケースだ。おう、 SVD。 あれ、まだいる。で、スキルポイントがある。捜索すると言われても、多分この建物だと思うけど。この銃を見て。あった。自家製のショットガンの弾薬だ。メキシコペソとバードショットが詰めてある。名刺みたいなもんだ。 LA が自分で撃ったという証拠だな。回収してボーマンに連絡するぞ。自作のショットガンシェルだ。はあ。艦を排除する。あ、遠い。ボーマン、LA をはめる方法を思いついた。ユニダットの隊長を始末して、LA の銃弾を現場に残して罪をかぶせるんだ。最低ね。やってちょうだい。チャイナ。ひでえ。最低。最低。本当に最低だと。退却。これ 6.4 キロって。どっか別の地方に移動しようとしてる。いや、同じ地域。ああ、本当に広いんだね、ここは。うん。この辺で止めよう。うん、おう、ああ、ユニカス。ああ、ユニダット。マジかよ。いや、でも副艦を排除できればいいから。待てよ、ここはドローンを爆薬。もう副艦の場所分かってんじゃん。本当だ。ちょっと行ってきます。いった隊長だ。片付けよう。はい、ドン。ユイダットの隊長を始末した。ショットガンの弾を仕込んで引き上げるぞ。死んだ。あ、そうだ、ショットガンの弾を置かないといけないんだ。結局行くのかい。偽装工作しないといけないんだ。ただあそこ、あ、一人降りてきた。来たね。もう一人いた。ちょっとこのままバレないようにじりじりやっていこう。偵察しちゃって。
で近くに来てるやつを偵察してほしい。うん、警戒レベルをつけたくない。キル確定。ダメじゃねえこれ。いやまだ。ああそっちがバレた。警報か。どうすればいい。警報は切った。OK。中になんとか侵入しないとな。グレネードが増えてるからたくさんお見舞い。フラググレネードだ。フライ。オッケー、侵入した。おお、なんだなんだなんだ。ヘリが落ちてきた。オッケー。死体に接近中。オッケー、弾置いた。退却。うん、ショットガンの弾を証拠にユニダットはパラシュート開いてよ、この高さなら。何してんだよ。置いてかれた。ファストトラベルできるだろ。はい。仕事に戻るぞ。ショットガンの弾を証拠にユニダットは LA を疑って奴は孤立する。よし、新しいネタを探す。ショットガンの弾を証拠にユニダットは LA を疑って奴は孤立する。よし、新しいネタを探す。ステルスっていくぞ、今度こそ。敵グループカルテルだよ、ここ。本当だ。迫撃砲スタンバイ。反乱軍に間接照準射撃を要請した。民間人ごめん。ターゲットよし。アサルト。K。あ、ブレンダ。ですぐそこだね。OK。ユニダットいる。これね。俺が運転する。行くぞ。撃たないで。待って、目の前からユニダット来てる。冗談でしょ。大丈夫、ただのトラックだと。くそ。ヘリまで来てる。なんで。だる。これ警戒度1じゃん。あー、スタックした。いや、一旦逃げよう。相手したら増えちゃう。増えちゃうから。増えちゃうから。C4。 一旦ちょっとこっちに隠れよ、こっちに。あー、待って、断崖絶壁だ。車の残骸で通行止めされている。巻いたかな。よし、ここはステルスやんないと多分ユニダットが感づいてやってくる。ちょっと偵察回すわ。見ろ、 SB の通信施設だ。そう思ったら建物パターンか。なるほど。周りのちょっとしたのを。そうそうそう。そしたら出てくることはない。OK。 SP は無視だな。もうレベルマックスだから。おい、ビーアベルデで最高組合のリーダーをしているチャンゴという男だが、チャンゴ、カルテルの扱いがかなり不満らしい。話が合いそうだ。
何万眼光の供給を断つのに一役買ってくれそうだ。停止した反乱軍の無線機の位置だ。もう一個放送を再開させるべきだ。あるね。そうだね、これだ。乗ったよね。乗ったよ。敵いそうな形状だ。下の道路に降りよう。そうだな。 NEA ベイエールヤーキーズナーク NEA。 はい、カルテル。ドローン飛行中。偵察。反乱軍にエリアの偵察を。新手の敵だ。3人目の敵を確認。ザル。あ、ザル。情報の近く一人しかいない。ちょっと倒して倒して倒して。あ、一人いるって言っただろう。頭が机にめり込んでるし。え、ちょっと、わあ、ガソリンスタンドを燃やしちゃった。早く情報取って。うん、情報が血まみれだ。ワンマン眼光のラボの場所が分かった。うわっ、オイルタンクが爆発した。え、壊されたドローン。あの上にスナイパーがいる。はい、オッケー。あ、何万眼光ラボがもう一つあるんだ。オッケー、情報回収。じゃあ、あ、近い。待て。しかもザルって言っただろう、わら。俺が投入する。はい、ザルって言っときながら瞬殺。ヘリ乗ったらトラブルの元だから車で行こう。車で行こうってヘリから降りて。やめてお前、それ整備不良者だぞ。いやブレーキランプ壊れてる。いいんだよ、走ればいいんだよ。あ、はよ。オッケー。ヘリに乗る必要ないでしょ、これ。いや、乗った方がここ登る手間が省ける。単体だともう最近決まってバレてるから。よし。おお。おい、出落ちかよ、お前バカ野郎。反乱軍にエリアの警察を警戒しろ。あの地元住民も。工場内部に入った。またラボンあったぞ。大学時代を思い出す。有機化学の教授への鬱憤が晴らせそうだ。いや、無理だろこれ。OK、これ機械の破壊だわ。待って、そっち死んでんの。待って、こっからドローンは回せないな。あー、警報なるのか。オッケー、これを破壊して逃げる。 C4 設置完了。破壊。オッケー、うん、ヘリが飛んでくる。はい、ラボの発電機破壊する。はい、感謝。はい、これね。サンタブランカの何万眼光を生成している2つのラボを潰して、その損失でカルテルのコカイン生産は何ヶ月も。これは OK、 行くぞ。これ絶対、これ車のやめた方がいいって。え、あ、本当だ。待てよ、これこそ爆破ドローンだな。ちょっと送ってみるわ。屋上に敵。工場内部に入れればいいんだから。止める場所よ。あった。はい、帰るよ。羽カッ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 ってなって壊れてた。なに。
じゃあビールの時間だな。乗り物呼べないし。これはファストトラベルさんだね。この辺はクリアしたから、ファストトラベルできるところがない。ひどい。ヘリ壊れたな。さては、あのヘリ呼ぶじゃん。はい、奥なんか屋内にヘリ呼ばれてる。屋内にパック語りどういうこと。OK。 あ、無理だってなった。偵察切れたから目的地ここ。ビーアベルデの組合のリーダーと話をして、鉱山労働者たちがブラボに移動。カルテルの何万眼鏡を掘るのをやめるよう説得してもらって、